皆さん、コアレスモーターの白木です。今日は新しい発電機のお話をいたします。今まで私たちはこのようなちょうど手桶くらいの大きさの発電機を作っていました。そして3キロワット、6キロワット、さらに大きい10キロワットというのを目指しました。で、その話で仕事を進めておりました。どういうわけか発電機のモーター話が多くなりまして、このところサンプル全部なくなってしまいまして、それでこのカタログを見せておりますが、そこの中で違ったお話がございました。どんなことかと言いますと、ポールの中に発電機を入れてほしい。そしてそれで300ワットから600ワットぐらいの発電するモーター発電機ないですかというお話なんです。そうすると各ポールにですね、バッテリーを置き、夜の照明に使える、そして相当いろんなところに使える、海辺に置けば大変いいという話が参ってまいりました。そうかもしれないなと思っております。それで実はこんなことを思いました。これ私たちが言っている CP80 のギアインモーターです。これはここの中にギアが入ります。中のコイルが開いてますが、ここ入りますというお話を何度もモーターの時にしてきました。で、全くこの同じ技術なんですが、このような長い発電機があります。これはもともと発電機としてじゃなくてモーターとして長いもので出力を取ろうということで作ったものでございます。これを発電機としますと2000回転で約300ワットを取ります。で、風力発電ですとダイレクトに2000回転、非常に難しいです。縦型のポールですとこのようなポールが立てて発電機がぐるぐる回る縦型の発電機ですと、まあ200回転300回転ではないかと思います。ところがこのモーターは2000回転で約300ワットの発電ができます。そうするとこのモーターの中に、この発電機の中にこの20対1のギアを入れることができます。そうするとどうでしょう、100回転で約300ワットの出力が出ます。風力発電は約50回転とか300回転くらいしますから、その回転数になりますと、発電能力として約900ワットから100ワットの範囲に発電するというふうになります。これをギアインにした発電機を使いますと、先ほど言いましたように、なんと100ワットから900ワットの発電ができるということで、大変にお客さんに喜んでいってサンプルを購入していただきました。まあ、そういう新しいお話でございます。ありがとうございました。